はいどうもお疲れ様でございます。舞姫大学の特別講義でございます。あの舞姫大学のね、舞さんからの動画で、えー、タトゥーの健康被害ということでね、あの動画の方を見させていただきました。これ私もね、前々から聞いていたことではあるんですけども、あのやっぱ入れ墨っていうのは、本来私たちの肉体にはないものをわざわざ入れるわけですから、 そこからね、やっぱり毒素が染み出してきたりとか、それから皮膚を痛めてしまったりとかね、内臓にすごくダメージを与え続けることになるということらしいんですよ。ですんで、あの、いわゆるね、昔の昭和ヤクザが全身にこう、掘り物をする、うん、入れ墨をするってことは、私は長く生きるつもりはありませんという覚悟の表れでもあるらしいんですよね。まあ、つまり、 入れ墨をしっかりと彫った方でなかなかね60 70代、70代とか長生き昔の昭和やくざっていうのはねやっぱり切った張ったといいますかドンパチがほんと繰り返されて実際にそこで、えー、死んでしまったりねそれからあー時代を築くような組長になってもそれはそれで寝られるようになったりとかしてほんとこっちの落ち着かない世界だなというところはあります。 もちろん、暴力団同士の抗争っていうのは、いつか収まりを見せてね、えー、そこから頭脳戦になっていくわけなんですけども、まあ、いずれにしても、このタトゥーですか、タトゥーという言い方ではなくてね、入れ墨とかね、んとか掘りんとかね、しょいんとかいうらしいですけども、タトゥーっていうのは、どちらかというと、新しい文化なんですよね、うん。だからそういうふうなの、ヤクザ組織とは違った、まあ、おしゃれに近いような感じかな。うん、だからもう、ちょっとしたものをね、 あの体の一部にちょびっと入れるとかねなんかエクザイルみたいなねダンサーももしかしたら入れてるのかもしれませんしね芸能人の中でもそういう風なね人をビビらすような威嚇の目的じゃなくってちょっとしたこう遊び心で入れちゃうっていう風に変わってきたのかなと思いますまあ、そういう意味で言うと入れ墨に対する偏見も、うん、どっかで捨てなきゃならないんですけども私は結構入れ墨に対する偏見はありますねあの やっぱり偏見ってなくすべきなんですけども、私は偏見を持っていませんっていうふうに、えー、まあ嘘をつくよりもね、この部分には私はまだ偏見があると。どうしてもこれが拭えない。つまり偏見自体は私は悪ではないと思うんですよ。悪ではないと思うんですよね。偏見を持つことによって人を貶めたりする次の行動ですよね。これが良くないのかなと思いまして、自分のタトゥーとか入れ墨に対する感想を持つのは、これは自由ですからね。 それを人を責めることに使うのか、それともそういう自由があってもいいよねっていうふうに、だん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 こうね、自分の態度を軟化させるか、まあ、これが受け取る力力量になってくると思いますんで、まあ、受信力ってやつですかね、うん。タトゥーを右から左まで排除するんじゃなくて、この形のタトゥーだったら TPO にかなっているかなっていうところで、だんだんね、こう理解を働かしていくってことができるのかもしれません。その上で、タトゥーに、まあ、あの、何らかの印象を抱かない人っていうのはいると思うんですけども、 ただ私はね、個人的にはタトゥーに関しましては、ちょっと嫌だなぁと思いますね。あの入れてる人は責、ね、めることはないんですけども、うん、なんれない方がいいかなっていう気持ちは未だに持ってますね。で、えー、まあ、昭和ヤクザの印象をよろしくですけども、タトゥー入れる人はそれなりに腹をくくってる人なんだろうなというふうに思うことが思うかなと思いますよね。うんまあ、なかなか、うん、入れてる人に対して、それまでの印象と同じような印象はまあ持てないかなというところかなと思います。 まあもちろんねそういう人が嫌だというところまではいかないんですけどねうんちょっと複雑なものありますねはいということでございますじゃあお疲れ様です皆さんどのようにタトゥーに関してリズムについて思うでしょうか